ヨーロッパエコロジーイコール緑の党はフランスの政党。旧緑の党と2009年のヨーロッパエコロジー欧州議会選挙名簿の合併で発足した。全国初期はパスカル・デューラン。2008年の市議会選挙における失敗以降、旧緑の党内では国内に環境保護者の影響力を復活するために議論が活発化した。2009年の欧州議会選挙のために ダニエル・コーンベンは、政党と市民派による同盟戦略を採用、ヨーロッパエコロジーを発足させた。欧州議会選挙において、得票率16.3%を獲得、14議席を得て、社会党と肩を並べた。翌年3月の地域圏議会選挙でも EE は12.5%の得票率を得て躍進、ほとんど全ての州議会に代表者を送り込むことに、 成功した。2010年11月13日に2つの機関が融合してヨーロッパエコロジーイコール緑の党となった。党結成の翌年3月に行われた統一県議会選挙では改選前の24議席から49議席へと議席を倍増させた。また、同年9月に会議員や地方議会議員による間接選挙で行われた。 元老院選挙でも6議席増の10議席を得た。2012年4月に第1回投票が予定されているフランス大統領選挙では元判事のエヴァ・ジョリ欧州議会議員を大統領候補とすることを2011年7月に決定した。エヴァ候補は公約に20年間でフランス国内の原発を全廃などを掲げて選挙を戦ったが12年4月の 1> 第1回投票では、得票率2.3%で6位に止まった。第2回投票の結果、大統領となったフランソワ・オランドが指名した首相の元で発足した内閣では、緑の党から2名が、地域間、住宅平等大臣と外務大臣付け開発担当大臣として入閣を果たした。大統領選挙直後の6月に行われた国民議会選挙では、 候補者449名を、擁立17名が当選した。なお、日本を含む国外第11選挙区では NHK、教育テレビジョンの語学講座、テレビでフランスの出演者のジャニック・マーニュが同等の立候補者となった。2020年フランス市議会議員選挙では勝利した。農業の産業化に反対して地域供給を支持している。同様に、 環境保護をできるようにして、農家の生活水準を流通に対して確保するためである。国内農業の3割を有機農業にしたら国民の健康にいい影響を及ぼしているという意見があり、7割の農業は適正農業規範にするつもりである。フランス国家の負債に解明を試みるため、サルコジの国民運動連合で決議された高所得者向け減税などの政策を廃止。 同様に雇用とか環境保護に誘導しない経済部門への補助金を減じる目的である。第一の目的は不雇用に反対することである。省エコなどの産業部門に優遇措置をすれば60万人のための雇用が見積もられる。また、労働時間の減少も支持して景気を評価するため国内総生産と異なる指数を支持する。欧州連合には 連邦主義の政党であって、欧州連合加盟国の教育制度や社会福祉政策などを同一にしようと思っている。国際連合安全保障理事会には、フランスの常任理事国の位置をドイツと共有しようと思っている。巨大の収入不平等を受ける社会が持続可能ではないと思っているので、自由貿易の経済によって貧しい階級が受ける被害に対して保護を与える。 個人の独立を支持して、同性結婚や安楽死などを促進する。ありがとうございます。